ただいまより21世紀アートオーダレス展オーローラ表彰式を始めさせていただきます。それでは初めに21世紀アートオーダレス展実行委員会最高顧問の石川智子先生よりご挨拶賜りたいと存じます。石川先生、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。この師走に入りましてお忙しい中、この表彰式にこんなにたくさんお出かけいただきまして本当にありがとうございます。このアートボーダレス展も、長くしてらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思いますが、私どもはね、皆さんと同じように作品を作って出品しております。それでこの会は、ニューヨークアート社長の中村さんがご尽力をくださいまして、そしてここ国立新美術館で開催し、会を重ねてまいりました。こんなところで展示会ができるというのはとても大変なことなんです。そしてまた昨年から文部科学大臣賞もいただけることになりました。これも中村社長のお力でございます。皆さんそのことを心に留めておいてくださいませ。今回のテーマはオーロラでございます。オーロラは皆さんご存知のように美しい光でございます。それで作品、この美しい光を作品の上に乗せて、皆さんがお作りいただきました。そして今会場はその美しい作品の光で輝いております。どうぞごゆっくり一つ一つをご覧になってご自分の身につけてくださいませ。ありがとうございます。先生ありがとうございました。本日は21世紀アートボーダレス展の発展に大変なご尽力をいただいております北村恒夫参議院議員にも今年もプレゼンターとして駆けつけていただきました。すでに何度も足を運んでいただいておりますので皆様もよくご存知かと思いますが、北村恒夫先生は産経新聞政治部長を経て現在参議院議員3期目、現在は緊迫する世界情勢の中、参議院外交防衛委員長として重責を担いご活躍されております。北村先生、一言ご挨拶をお願いできれば幸いです。皆様おはようございます。ご紹介いただきました参議院議員の北村恒夫でございます。今日はこのボーダレス展授賞式、今年も参加できることができました。大変嬉しく思っております。今司会最高顧問の方からいろいろなお話がございました。本当に今日まで皆様方がですね、会を重ねるほどたくさんの作品を出展され、そして、さまざまな方にですね、評価されて、今日、この国立新美術館で、開催できるようになりました。本当に、皆様方のご尽力に対して、心から敬意を表したい、そのように思っております。今ご紹介ありました、第1回目の文部科学大臣賞が昨年、授与されました。今年も第2回目となるわけですけども、本当にこの文部科学大臣賞というのはやはり名誉ある賞でありまして、
本当に、これもですね、皆様方日頃より、ご研鑽を積んでこられたその賜物なんだろうというふうに呼ばせていただいております。文部科学大臣賞担当遠藤博様。賞状遠藤博様、あなたの作品は21世紀アートボーダレス展実行委員会主催21世紀アートボーダレス展において優秀であると認められました。ここにこれを称します。令和5年12月3日文部科学大臣森山正樹、おめでとうございます。大変、ありがたい賞をいただきまして、もうそろそろ年でやめようかなとうすうす思っていた頃なんですが、こんな立派な賞をいただいたのでますます頑張らなきゃいけないなと今思っております。来年はもっと立派な作品を出したいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。ブラス印税をやっております山田由紀子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回のオーロラというタイトルを伺った時に、1年前の時から私は今回私のこのガラスのきらめきを皆様に最大限に見せたいという気持ちで、あのクリスタルの花瓶にお釣りにして、あの展示するようなことを1年間考えていました。でまさかこんな賞をいただけると思ってなかったので大変嬉しく思います。で初めてこの展示会に出したんですね。で賞をいきなりいただいて正直言ってびっくりしています。これを励みに今後も頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。日本伝統工芸士会会長戸田俊雄賞、まさにどうぞ。こんな素晴らしい賞をいただいてありがとうございます。ありがとうございます。皆様おめでとうございます。立派な賞をいただけて本当に三田村先生には敬意を表したいと思っております。そのおかげでますます去年から文部科学大臣賞が出ましたせいか、今年の作品がとっても上達したような思いでおります。ますますいい会になっていくことを心から願っております。皆さん大量生産の印刷物の仕事なので、あまりこの公募の展示に出すっていう機会があまりないんですけど、今回伝統工芸女子部門最優秀賞ありがとうございます。今回このような賞をいただきましたのは、私の作品が今回異性型紙の宮崎先生とコラボ作品として出させていただいたということが一番大きなことだと思っております。このような素晴らしい賞をいただき本当に光栄に思っております。ありがとうございました。わらしこ人形に初めて出会った時の感動を思い出しました。カメラマンさん、堀米さんにこの会にとても尽力していただきまして、素晴らしい本を作っていただいて、先生方もとても記念になったり励みになったりしましたので、ここの会場にもしかしているかと思いますけれども、今後ともこの会がますます発展しますように心からお願いいたしまして、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。正木ひろ子さんに心から本当にありがとうございました。とっても嬉しいです。
まずは中村社長にこのような機会を出展をする機会を4年前から与えていただきまして本当にありがとうございます。ご礼申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございました。今回、700名近くの方がご出展いただきまして、点数にいたしますと850点ぐらいの中から皆様方が選ばれたんでございます。そして今日ここにいらっしゃる方々は皆さん受賞されて、隣の方も隣の方もと皆さん受賞者ばかりがここに来ていただいてるんですけれども、そういう800何点の中からも皆様方が今回70人の方が選ばれたということはかなり素晴らしい確率での受賞ということになっておりますので、改めてですね、こちらにいらっしゃる審査員の方、そして役員の方がお選びになられた賞なんですけれども、本当にかけがえのない賞だと思っておりますので、本当におめでとうございました。ありがとうございます。